少年探偵団翌朝になっても明智探偵が帰宅しないものですから留守宅は大騒ぎになりました探偵が同伴して出かけた事件依頼者の夫人の住所が控えてありましたのでそこを調べますとそんな夫人なんか住んでいないことが分かりました さては二重面相の仕業であったかと人々は初めてそこへ気がついたのです。各新聞の夕刊は、名探偵明智小五郎氏誘拐猿という大見出しで、明智の写真を大きく入れて、この陳事をデカデカと書き立て、ラジオもこれを詳しく報道しました。ああ、頼みに思う我らの名探偵は賊の虜になった。 博物館が危うい。六百万の市民は我がことのように悔しがりそこでもここでも人さえ集まればもうこの事件の噂ばかり」「全死の空が何とも言えない陰鬱な不安の国運に覆われたように感じないではいられませんでした」しかし名探偵の誘拐を世界中で一番残念に思ったのは 探偵の少年助手、小林義男くんでした。一晩待ち明かして、朝になっても、また一日むなしく待って、夜が来ても、先生はお帰りになりません。警察では二重面相に誘拐されたのだと言いますし、新聞やラジオまでその通りに報道するものですから。先生の身の上が心配なばかりでなく、名探偵の名誉のために悔しく 悔しくってたまらないのですその上小林くんは自分の心配のほかに先生の奥さんを慰めなければなりませんでしたさすが明智探偵の夫人ほどあって涙を見せるようなことはなさいませんでしたが不安に耐えぬ青ざめた顔にわざと笑顔を作っていらっしゃる様子を見ますとお気の毒でじっとしていられないのです。 奥さん、大丈夫ですよ。先生が賊の虜になんかなるもんですかきっと先生には僕たちの知らない何か深い計略があるのですよそれでこんなにお帰りが遅れるんですよ。小林君はそんなふうに言ってしきりと明智夫人を慰めましたがしかし別に自信があるわけではなく。 喋っているうちに自分の方でも不安がこみ上げてきて、言葉も途切れがちになるのでした。名探偵助手の小林くんも、今度ばかりは手も足も出ないのです。二十面相の隠れ家を知る手がかりは全くありません。おとといは、俗の部下が紙芝居屋に化けて様子を探りに来ていたが、 もしや今日も怪しい人物がそのあたりをうろうろしていないかしら。そうすれば賊の住処を探る手立てもあるんだがと、一縷の望みにたびたび二階へ上がって表通りを見回しても、それらしいものの影さえさしません。賊の方では誘拐の目的を果たしてしまったのですから、もうそういうことをする必要がないのでしょう。 そんな風にして不安の第二夜も明けて、三日目の朝のことでした。その日はちょうど日曜日だったのですが、明智夫人と小林少年が寂しい朝食を終わったところへ、玄関へ鉄砲どものように飛び込んできた少年がありました。 突き通った子どもの叫び声に驚いて出てみますとおおそこには久しぶりの羽柴宗司少年が可愛らしい顔を真っ赤に蒸気させて息を切らして立っていましたよっぽど大急ぎで走ってきたものと見えます読者諸君はよもやお忘れではありますまい。この少年こそ。 いつか自宅の庭園に罠を仕掛けて、二重面相を手ひどい目に合わせた、あの大実業家、橋場壮太郎氏の息子さんです。おや、宗司君ですか。よく来ましたね。さあ、お上がりなさい。小林君は自分より二つばかり年下の宗司君を弟かなんぞのようにいたわって、応接室へ導きました。で、 なんか急な用事でもあるんですか尋ねますと宗次少年は大人のような口調でこんなことを言うのでした明智先生大変でしたねまだ行方がわからないのでしょうそれについてね僕少し相談があるんですあのねいつかの事件の時から僕君を崇拝しちゃったんですそしてね 僕も君のようになりたたいと思ったんですそれから君の働きのことを学校でみんなに話したら僕と同じ考えの者が10人も集まっちゃったんですそれでみんなで「少年探偵団」っていう会を作っているんです無論学校のおさらいやなんかの邪魔にならないようにですよ僕のお父さんも「学校さえ怠けなければまあいい」って許してくださったんです「今日は日曜でしょ?」だもんだから 僕、みんんなを連れて、君ん家へお見舞いに来たんです。そしてねみんなはね君の指図を受けて僕たち少年探偵団の力で明智先生の行方を探そうじゃないかって言ってるんです一息にそれだけ言ってしまうと宗司君はかわいい目で小林少年をにらみつけるようにして返事を待つのでした <laughs> ありがとう。 小林くんはなんだか涙が出そうになるのをやっと我慢して、ぎゅっと宗司くんの手を握りました。君たちのことを明智先生がお聞きになったらどんなにお喜びになるか知れないですよ。ええ。君たちの探偵団で僕を助けてください。みんなで何か手がかりを探し出しましょう。けれどね、君たちは僕とは違うんだから。 危険なことはやらせませまんよもしものことがあるとみんなのお父さんやお母さんに申し訳ないですからねしかし僕が今考えているのはちっとも危険のない探偵方法です君聞き込みってのを知ってますかいろんな人の話を聞いて回ってどんな小さなことも逃さないでうまく手がかりをつかむ探偵方法なんです 生実家大人なんかより子供の方がすばしっこいし相手が油断するからきっとうまくいくと思いますよそれにはねおとといの晩先生を連れ出した女の人相や服装それから自動車の行った方角も分かっているんだからその方角に向かって僕らが今の聞き込みをやればいいんですよ。店の小僧さんでもいいし御用聞きでもいいし。 郵便配達さんだとかその辺に遊んでいる子供なんか捕まえて飽きずに聞いて回るんですよここでは方角が分かっていても先になるほど道が分かれていて見当をつけるのが大変だけれど人数が多いから大丈夫だ道が分かれるたびに一人ずつその方へ行けばいいんですそうして今日一日聞き込みをやれば ひょっとしたら何か手がかりがつかめるかもしれないですよ。ええ、そうしましょう。そんなことわけないや。じゃ探偵団のみんなを門の中へ呼んでもいいですかええ、どうぞ。僕も一緒に外へ出ましょう。そして二人は明智夫人の許しを得た上、ポーチのところへ出たのですが、掃司君はいきなり門の外へ駆け出していったかと思うと、 間もなく10人の探偵団員を引き連れて門内へ引き返してきました見るとみんなおそろいの制服を着た小学校上級生の健康で快活な少年たちでした小林くんは宗司くんの紹介でポーチの上からみんなに挨拶しましたそして明智探偵捜査の手段についてこまごまと指図を与えました 無論一同大賛成です。小林団長万歳もうすっかり団長に祭り上げてしまって、うれしさのあまりそんなことを叫ぶ少年さえありました。じゃあ、これから出発しましょうそして一同は少年団のように足並み揃えて、明智邸の門外へ消えていくのでした。 午後4時少年探偵団のけなげな捜索は日曜月曜火曜水曜と学校の余暇を利用して忍耐強く続けられましたがいつまでたってもこれという手がかりはつかめませんでしたしかし 東京中の何千人という大人のお巡りさんたちにさえどうすることもできないほどの難事件です手がかりが得られなかったといって決して少年捜索隊の無能のせいではありませんそれにこれらの勇ましい少年たちは後日またどのような手柄を立てないものでもないのです明智探偵行方不明のまま。 恐ろしい十二月十日は一日一日と迫ってきました。警視庁の人たちはもういても立ってもいられない気持ちです。何しろ盗難を予告された品物が国家の宝物というのですから、捜査課長や直接二十面相の事件に関係している中村係長などは心配のために痩せ細る思いでした。ところが、 問題の日の2日前12月8日にはまたまた世間の騒ぎを大きくするような出来事が起こったのです。というのはその日の東京毎日新聞の社会面に20面相からの当書が冷々しく掲載されたことでした。東京毎日新新聞聞は別に俗の機関新聞というわけではありませんが。 この騒ぎの中心になっている二重面相その人からの投書とあっては問題にしないわけにはいきません。直ちに編集会議まで開いて結局その全文を載せることにしたのです。それは長い文章でしたが意味をかいつまんで記しますと。私はかねて。 博物館襲撃の日を12月10日と予告しておいたがもっと正確に約束する方が一層男らしいと感じたのでここに東京市民諸君の前にその時間を通告するそれは12月10日午後4時である博物館長も警視総監もできる限りの警戒をしていただきたい 警戒が厳重であればあるほど私の冒険はその輝きを増すであろう。ああ何たることでしょう。日付を予告するだけでも驚くべき大胆さですのにその上時間まではっきりと公表してしまったのです。そして博物館長や警視総監に失礼千万な注意まで与えているのです。 これを読んだ市民の驚きは申すまでもありません。今まではそんなバカバカしいことがと嘲笑っていた人々ももう笑えなくなりました。当時の博物館長は、私学界の大先輩、北浩二文学博士でしたが、その偉い老学者さえも俗の予告を本気にしないではいられなくなって、わざわざ警視庁に出向き、 警戒方法について警視総監といろいろ打ち合わせをしましたいやそればかりではありません二十面相のことは国務大臣方の閣議の話題にさえ上がりました中にも内務大臣や司法大臣などは心配のあまり警視総監を別室に招いて激励の言葉を与えたほどですそして 全市民の不安のうちにむなしく日がたってとうとう12月10日となりました。帝国博物館ではその日は早朝から館長の北浩二郎博士をはじめとして3人の係長10人の書記15人の守衛や用務員が1人残らず出勤してそれぞれ警戒の部署に就きました。 無論当日は表門を閉じて観覧禁止です。警視庁からは中村捜査係長の率いる襟すぐった警官隊50名が出張して、博物館の表門、裏門、塀の周り、館内の要所要所に頑張って、ありの入る隙もない大警戒陣です。午後3時半。 余すところわずかに30分。警戒陣はものものしく殺気立ってきましたそこへ警視庁の大型自動車が到着して警視総監が刑事部長を従えて現れました総監は心配のあまりもうじっとしていられなくなったのです総監自身の目で博物館を見守っていなければ我慢ができなくなったのです 総監たちは一同の警戒ぶりを視察した上、官庁室に通って北康二博士に面会しました。わざわざあなたがお出かけくださるとは思いませんでした。恐縮です。老博士が挨拶しますと、総監は少し決まり悪そうに笑ってみせました。いや、お恥ずかしいことですが。 じっとしていられませんでねたかが一盗賊のためにこれほどの騒ぎをしなければならんとは実に恥辱ですわしは警視庁に入って以来こんなひどい恥辱を受けたことは初めてですあっフロウハク氏は力なく笑って私もご同様です あの青二歳の盗賊のために一週間というもの不眠症にかかっておるのですからなしかしもう余すところ二十分ほどですよえ北小路さんまさか二十分の間にこの厳重な警戒を破ってたくさんの美術品を盗み出すなんていくら魔法使いでも少し難しい芸当じゃありますまいか わかりません。わしには魔法使いのことはわかりません。ただ、一刻も早く、四時が過ぎ去ってくれればよいと思うばかりです。老白氏は怒ったような口調で言いました。あまりのことに二重面相の話をするのも腹立たしいのでしょう。室内の三人はそれきり黙り込んで、 ただ壁の時計とにらめっこをするばかりでした。金モールいかめしい制服に包まれた相撲取りのように立派な体格の警視総監。中肉中背で八時比揚の美しい刑事部長。背広姿で鶴のように痩せた白髪白禅の北小路白士。その三人が、それぞれ安楽椅子に腰掛けて、 チラチラと時計の針を眺めている様子はものものしいというよりは何かしら奇妙な場所にそぐわぬ光景でしたそうして十数分が経過した時沈黙に耐えかねた刑事部長が突然口を切りました「ああ明智君は一体どうしているんでしょうね私はあの男とは懇意にしていたんですが」 どうも不思議ですよ。今までの経験から考えても、こんな失策をやる男ではないのですがね。その言葉に、総監は太った体をねじ曲げるようにして部下の顔を見ました。君たちは、明智明智と、まるであの男を崇拝でもしているようなことを言うが、僕は不賛成だね。いくら偉いと言っても。 たかが一民間探偵じゃないかどれほどのことができるものか一人の力で二重面相を捉えてみせるなどと言っていたそうだが公言が過ぎるよ今度の失敗はあの男には良い薬じゃろうですが明智君のこれまでの功績を考えますと一概にそうも言い切れないのです今も外で中村君と話したことですが こんな際あの男がいてくれたらと思いますよ刑事部長の言葉が終わるか終わらぬ時でした館長室のドアが静かに開かれて一人の人物が現れました明智はここにおります。その人物がニコニコ笑いながらよく通る声で言ったのですお明智君 刑事部長が椅子から飛び上がって叫びました。それは格好の良い黒の背びどをぴったりと身につけ、頭の毛をもじゃもじゃにしたいつに変わらぬ明智小五郎その人でした。明智君、君はどうしてそれは後でお話しします。今はもっと大切なことがあるのです。無論美術品の盗難は防がなくてはならんが、 いやそれはもう遅いのですごらんなさい約束の時間は過ぎました明智の言葉に艦長も総監も刑事部長も一斉に壁の電気時計を見上げましたいかにも長診はもう12時のところを過ぎているのですおやおやすると二重面相は嘘をついたわけかな 館内には別に異常もないようだがああそうです約束の4時は過ぎたのですあいつやっぱり手出しができなかったのです刑事部長が外貨を上げるように叫びましたいや賊は約束を守りましたこの博物館はもう。 空っぽも同様です。明智が重々しい口調で言いました。